では試合後の本格を始めたいと思います。よろしくお願いします。まずは大逆転勝利おめでとうございます。ありがとうございます。試合後の率直な感想をお聞かせください。まあ本当に、まあ、4年前に渡辺選手とは その時は僕が負けてしまったんで、判定で負けてしまったんで、ちょっと今回は必ず勝ちたいっていう本当に気持ちで挑んだ試合だったんで、まあ、危なかったですけど、ギリギリでしたけど勝ってたんで良かったです。試合はプラン通りでした？いや、まあ、全然です。もうなんか、まあ、本当反省点だらけの試合で、もう、まあ、プランは一応あったんですけど、渡辺選手強かったんで、なかなかその思い通りには戦えなかったんで、はい。まあ、最後でも下から足換決めれたのは、まあ、自信になるなっていうのは、今後の自信につながるっていうか、なるっていうのがあるんで、まあ、そこは良かったかなっていう、もう本当に感じですね。足換はプランにあったんですか？今一応下になったら、まあ、ちょっと狙おうかなっていうのはありました。はい。ダウンされたと思うんですけれども、はい、ダメージってありましたか？ありますね、多分。まあ、意識は完全に飛んでなかったんで、まあ、全然、意識はあったんですけど、やっぱり倒れたんで、まあ、ダメージあると思います。興奮してるんで、ちょっとまだ分かんないです。多分あると思います、ダメージは。はい。前回戦った時との印象の違いって何かありましたか？まあ、前回も組で倒されて、なんか下になってる時間が多かったんですよ、僕が。それでまあ判定で負けたんで、まあ、今回もちょっと同じような感じになりそうで、試合中なんかフラッシュバックじゃないですけど、あの時と一緒じゃないかと思って、何かしろみたいな。あの時はもうほんと下になってもうずっと耐えてるだけで終わっちゃったんですけど、まあ、今回はやって動けたんで、まあ、あの時よりはちょっとは成長できたのかなっていうのがあります。はい。今後対戦したい相手とかっていらっしゃいますか？まあ、そうですね、やっぱり対戦した相手っていうのはちょっとまだいないんですけど、やっぱり強い選手とやりたいです、誰でもいいので。はい。今後の展望などがあれば教えてください。そうですね、まあ、前に以前ライジンに出させていただいて、まあ、あの時はちょっと僕負けてしまったんで、まあ、グラちゃんの一応チャンピオンなんで、グラちゃんのチャンピオンとしてもう一度ライジンに出て、他団体と他団体の、選手、強い選手と戦って、まあ、ベルトの価値上げれたらいいかなっていうのもあります。はい。最後にファンの方に一言お願いします。はい。まあ、今回、まあ、ちょっと危なっかしい試合してしまったんですけど、まあ、まあ、ちょっとここからまだまだ反省点もいっぱい見つかったので、ここからしっかりまた鍛え直して、次は皆さんの前でまた一回り大きくなった、まあ、強くなったところをまた見せれるように頑張りたいと思いますので、